日食2009年7月22日の日食2009年7月22日の日食は2009年7月22日にインド、中国南部、南西諸島、西太平洋を中心として世界各地で観測された日食である。海域日食帯が通過した地域は日本の都から列島全域、奄美大島北部、機械島、薬島、種子島南部、伊央島や 中国の上海市、甲州市、河口市,市、蘇州市、無尺市、安慶市、寧波市、合飛市、武漢市、中継市、成都市など、人口密集地帯のほか、ブータンのほぼ全移ネパールのビラートナガル周辺、バングラデシュ北部、インドの聖地ワアーラーナシーや、パトナダージリンジャバルプルボーパールインドールスーラトなど、太平洋の島国マーシャル諸島とキリバスの一部であった。 21世紀に起きる日食の中で、回帰日食の継続時間が、最も長く、北緯24度12分36秒、統計144度06分24秒の地点において6分38.8秒続くと、された。日本の陸上で、最も回帰帯中央に近い鹿児島県、トカラ列島の悪石島では6分25秒。地球上日本。 影が落ちた様子を気象衛星、ひまわり7号から撮影した画像が公開された。国立天文台の観測班は、ニックド、ジャクサ NHK の協力のもと、伊王島で観測を行い、超高速インターネット衛星絆を通じた映像性中継を実施した。当日は、日本の多くの地域で、梅雨前線の影響で曇りや雨となり、悪石島では、暴風雨。 奄美大島では、回帰直前で雲が厚くなり、わずかに、機械島で薄雲を通じて観測することができた。中国で最も多い天文ファンや、観光客が訪れた上海では雨で、回帰日食時間に空が暗くなった状況が、観察されたものの、観測条件としては厳しいものとなった。また、無尺、蘇州、成都などの多くの地点でも、 太陽を観測することができなかった。一方、日本でも、伊王島付近は、快晴となり、船舶上での日食観測ツアーに参加した人々、等は、極めて好条件で日食が観測できた。ブータンやインドの一部などでは晴天になり、食の間に見られる、プロミネンスの観測も可能であった。重慶市、武漢市、杭州市や、 バングラデシュインドの多くの地点などでは薄い雲を通してではあるが十分に海気日食が観測でき、海気日食前後に起きるダイヤモンドリングの観測も可能であった。また、日本国内各地でも場所によっては雲の合間から部分日食が確認された。ヒンドゥー教においては日食は悪魔の仕業によるものとされ、聖なる川で体を清める必要があったため、 インドのガンジス川川沿いのバラナ市の沐浴場には、信者が押しかけ、一人が死亡、13人が負傷した。中華人民共和国では、当日の予報が雨であるため、人口小雨ロケットの発射が検討された。日本で最も海気帯中央に近く観測条件が良いと、された、悪石島など、トカラ列島の島々には、 民宿で収容できる人数を超えた観光客の殺到が予想されたため、豊島村は旅行会社にツアー開催を委託し、水の準備や医療スタッフの手配、インフラの整備を行う一方で、道東を含む豊島村全域にはツアー以外での来島を自粛する様に呼びかけた。それでも、法的に上陸を禁止する根拠がないとして、強引に上陸する者が現れ、 退去を要請する村側とのトラブルも生じた。掲載していない画像については、外部リンクの右側にある、ウィキメディアコモンズへのリンクを参照。ありがとうございます。